こんにちは、エイミーです。今、私は江ノ島の中の私のお気に入りの場所に来ています。今日はここで私の自己紹介をしたいと思います。私は地元出身、湘南出身のタレントとして今頑張っています。仕事としては携帯小説と、あとイラストレーターとして頑張っています。地元の活動としては、レディオ湘南で毎週水曜日7時50分から55分、永井美咲の元気言葉を DJ としてやっているので、そちらも聞いてみてください。あと、私はツイッターに今めちゃくちゃハマっていて、そちらはミサエイミーで登録しています。こちらでお願いします。あと、私の活動とかプライベートのことはブログにてチェックしてみてください。それもこちらでお願いします。あとはこれから写真集も出すので、そちらもチェックしてみてください。それではまた藤沢ネットさんで会いましょう。バイバーイ。